席めっちゃ離れすぎて。豊橋駅に着いたんですけど、なんかギリギリ集合時間に間に合う新幹線か超余裕な新幹線しかなくて、あ、多分みんなギリギリで来るんかなと思うんですけど、僕はちょっと早く着いたせいでまだ1時間ぐらい集合時間あるんで、あ、なんかどっかねモーニングでも入ろうかなと思いつつ、あのうどんが食いたくなったんで、あ、結局あのコンビニっていう感じで朝飯食います。まだ8時です、ちょうどだいぶ早いね。眠いよ、眠いけど寝れなかったからね、地獄でしたね普通に。きしめんが売っとった。これ東京でも売ってんのかな。さあ駅前に集合しました。おはようございます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 。さあ、皆さん、お早い。東海オンエアズ。話によると、向こうから来たらしいよ。勝負しませんか？あ、そうなんですか？そう。だから今日勝たなきゃいけない。確かに。確かに。ボコスコやらないといけない。ボコスコ行きましょう、今日は。なんならもうね、岡崎越えて、もうなんか静岡まで、ホームラン。飛ばす勢いで今日は。すごいな。キロだな、結構。キロ。メートルとかの話じゃなくなってるから。いやだから向こうは別にね失うものないから。確かに俺らは結構失うものあるから。解散だから解散だから。解散重い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 。まだ打ち上げとかもやってない。重いって。いやじゃあ俺ちょっと宣言する。だから今日俺もうウーム野球部初ホームランします。おっ、まだ柵越えホームランないんだよね誰も。てか今日柵あるのか。確かに今日柵ないかもしれない。でも、いい球場なんじゃないですか、さすがに。どうなんだろう。ランニングホームランでもいい。ああ、まあ、だいぶ格下がりますね。いや、ちょっとやだな。ちょっと、ランニングホームランになりそうだったら俺サードで止まってていい。プライドが。怖いじゃないと嫌。一回ホームまで行って、帰ってくる。ちょっとな。あ、ジャスティスター。ジャスティスターです。おはようございます。若いメンバーが。おはようございます。おはようございます。あれ、ちょ、今日強いぞ、絶対これ。あれ、今日強い。さあ、さっきね、東京駅でトイレだったエイジさん。びっくりした。なんで自由席なんですか。いや、特に別に指定席でいいでしょ。今思ったよね。なんで俺自由席したんだろう。自由席、いや別に悪いとは言わないけど、自由席する理由ないでしょ、マジで。特になかった、マジで。おもろすぎるわ。トイレ、東京駅のトイレ入ったらパッて見たら左に知ってる人いるなぁ。俺全然気がする。一回もう一回見てみよう、つって。あ、エイジさんだ、つって。さあ、今からグランドに向かいます。今日は。東海オンエアーズと試合です。さあ、マサヤンです。おはようございます。来ましたよ。着きました。ここあれ岡崎のエスコンらしいです。いやマジで。向こう陸上競技場とかラグビー場とかも。1500牛丼やった伝説のね。そうそうそう。やばいです。とりあえず広すぎ。うん、やばい。だって俺野球人生で初めて。レフトに崖があるもん。いや、レッドソックスの本拠地。あれ、あの上に観客いるみたいな。えぐすぎるこれ。かっこいい。やばいよ、マジで。うんうん。どうさん。はい。どうでしたか今日は。いやもう大炎上です。いやいやいや、でもまさか SNS 以外で大炎上するとは思いもよりませんでした。野球でね。野球で。いやまあでも最初から余裕あったんで、逆にエンタメエンタメで。16点あると人って制御効かなくなるんですね。
まだまだ余裕だっつって。ツーアウトまで良かったんだけどね、なかなかうまくいかなかったんですけど、ナインのおかげでなんとかなりました。まあでも全然勝ったんでね。ね、勝ったんで。次回はじゃあホームラン打ちましょうね。あのいいとこだけ使ってください。無理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 。モナールチャンネル全打者配信なんで。あ、ありがとう。最後の打席だけ。強調しておきます。野内橋です。ありがとうございます。よちよ。どうでしたか今日は。今日はね、最初は良かったよ。いつも俺そうなの。最初いいの。後からダメになったよ。どん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 集中力がね。完全にあれじゃん、ちらついちゃってんじゃん。いや、今日は 体力なかった、正直。体力なかったし、その東京からこの名古屋の移動がちょっとやっぱ体力があるところある。まあ、でもバッティングね、一本パーンと。あれでおかしくなった俺は。逆にね。逆におかしくなった。じゃあちょっと間開けて、もちろん忘れた頃にまたやりましょう。忘れたね、一回リセットしないといけないね。ちょっと今日のねサードはね、やばかったね。やばかった。今日のサードちょっとねやばかったっすね。やばかったね。まあでもやば、流れとか雰囲気もあるから。まあそうだね。ちょっと次サードできるか分かんないけど。あ、大丈夫です。次僕守ってるんでサード。あ、本当？はい。じゃあ俺 DH。 いや、もうベンチです。いや、次もね、呼ばれるように頑張りたいと思います。頑張りましょう。はい。お疲れ様でした。ちょっと待って、もうむせちゃってる。A さん、どうでしたか今日は。いや、今日はどうだった確かに。良かったんじゃないかった。良かったんじゃないですか。いや、自己評価なんで別に全然。どう打順忘れだけ気をつけてもらう。あ、ほんとね。あれ、今何番？七。なお七番。八番誰？八番誰？あれ？あれっすか？エイジさん！すごいね、エイジさん。もういいよ、もう手袋つけてる暇ないよ、もう。エイちゃん！はい、すいません。八番誰だ？八番あれ？海エキップ八番誰もいねえみたいな。あれ海エキップって7つ9だっけみたいな雰囲気ある。感触良かったんじゃないですか。いや、めっちゃ良かったです。あれめっちゃ良かったっすよね。あれ良かった良かった。こう前に立って、あ、俺ら DH だったからさ、今日守備のこと考えなくてよかった。あ、それはどうですか。気楽守りたいな。いやだから、エイジさん守るってやったらキャッチャー生かされるから。それきついやん、やっぱりどう考えても。まあ、またちょっとお願いします。あ、そうですね、ボナールの方にも、はい、お願いします。ライちゃん、あー、ありがとうございます。 MVP で、ありがとうございます。何の？いい当たりがね。ですよね、よかったですよね、当たりが。あれはもうおかげさまで。思い浮かばないな。ドライブだいぶかけたんで。今日大振りしてた後に、そんな振らなくていいよって言ったらヒット打ってた。そうなんですよ、やっぱ監督の俺のおかげじゃねえかなって。ぜひ、これからもウーム野球。ゆうやが打った時だったからや。やっぱ教えた通り。おい、いや、よかった。おい、何も教わってねえ。そうなんだ、ゆうやの調子。ちょっとボソッと。そう、記憶ない。まあでも先輩は立てる。これでも持ちつ持たれつのがあって、お願いします。記憶ないよ。ぜひ次もお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスピッチ、ありがとうございます。ナイスプレー、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 ナイスキャッチャー。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなすごい。今日調子良かったっすね。今日3打ね、良かったっすね。全部ヒット3打。いやカンダルもヒットだから。1週間前に実は草野球やってきて。ああ、分かる、俺も行ってきたから。それは良かった。そこでヒット3の2やって、おそのまんまで来たんで。そのおかげじゃもう毎週行きましょう。どこかしらね、使ってくれたらっていう。いや大丈夫です、ボナールは全部使うんで。じゃあ次も頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。はい、ということで、まあ、勝ちましたね。あ、まあね、まずね、まず。いやー、ゆうやはでも良かったね。もうあの運営キューブで凡退するイメージは湧かないです。いや、マジで良かった、本当に。あ、来た。負のエネルギーがすごいんで。あれ、いや、打ったよ。キャンプ、満塁ホームラン打ってるから意味分かんないから。そうじゃん、満塁ホームラン打ってるから。ごめん、忘れてた。打ってるからね。あれでも完全消えた。でも、あの、盛り上げたと思ってますよ。本当？いや、でもカットすれば免れるでしょ。あ、この部分だけ。あ、最後。最後。最後、最終回は、あの、俺が最後取って投げてアウトにしたところにすれば、俺はもうエラーしたことになってない。でも点が入りすぎちゃってるからな。そう。まあね、確かそれもできるけど、まあ、やらないの。俺は全打者スタイルだなってるから。全部乗せないと、大丈夫、悲しいこと言うけど、俺の動画そんな見られない。東海さんの方でね。あ、なるほどね。で、あっちの配信がなかったら東海の人たち見るけど、向こうで配信されるから多分。なるほどね。
前回もパワースピで視聴回数言ってたけど、あああれだな、モザイクモザイクかけなきゃいけないごめん、見どころないからこれぐらいしかないのよ。あるあるある、盛り上げましたよちゃんと満塁ホームランって結構ね、これ乗せます横から来いまとめたら、あ、でも満塁出たね。いや、俺満塁じゃないから。あれ満塁だったから、あ、そうね、本当はあったの。あ、そっか、そうなんだ。そこだけ切る、まだ猛打賞だからね。あ、まあ、そう、めっちゃいい、これ今最新のやつ。おお、そっか、エラーなし。エラーがね、ちょっと大引いてる、大棒引いてる、大棒が今日。あ、まあそういう日もあるから、そういう日もある、あったからね。いや、そうそうそう、だからね、もう確かに。次も頑張りましょう。そうっすね、頑張ろう。ということで、皆さんのチャンネルはもう登録してると思うんで、僕らのチャンネルを登録してください。そんなことわかるよ。なんか、いや、今日さっき冷静になったけど、ちょっと来たよクリエイターやっぱすごすぎて。違う、やっぱりうちの休日は登録すべきだ。確かに、そっち、そうだ、新しく一番新しいチャンネルね、一旦。そうっすね、じゃあ、よっちの休日も登録しましょう。そうですね、ボナーを専属にしよう。ボナーを専属に戻しましょう。戻ってくれ。はい、ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。